皆さんこんばんは、鈴木千尋でございます。まずはじめにでございますが、番組からの大事なお知らせでございます。すでにお知らせをご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、テイルズオブアンバサダーチャンネルは3月末をもって終了となりました。4月からは新番組が始まるということでございますので、そちらの続報もお待ちくださいね。アンバサダーチャンネル公式配信の最終回は3月30日となります。なお、アンバサダーによるキャスト配信も同じく3月末で終了となります。最後まで一緒に楽しんでいきましょうね。はい、というわけでございまして、改めていきたいと思います。今日のアシスタントはこちらです。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、梅村まりなです。よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。いや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 、すごくなんか久しぶりな感じがありますけれども。そうなんですよ。なんかずっとね、心席に座りたい、オープニングトークやりたいみたいな感じの部分があったじゃない。はい、ありました。嬉しいことに、いいとして、ニュース番組の方、ニュースのコーナーから入らせていただくことは多かったんですけど、どうしても私はここに座りたい、ここに座りたいとずっと思ってたんですよ。まさか今回このどっちになるのかな、どっちかなと思ったら、私ここで、やったと思いながら胸が来ました。もうテンションマックスで伝えます。よろしくお願いします。じゃあ今日はもうその思いの丈をね、はい、ここしか喋る瞬間ないですか。そうなん、いや、ね、いやでもニュースでもお伝えするんですけど、もちろんそうなんですけど、もうオープニングトークね、結構大事ですからね。はい、じゃあちょっとね、先週の振り返りからいきたいと思いますけど、先週はファンタジアからチェスター役の伊藤健太郎さんに来ていただきましたけども、ファンタジアから始まったテイルズオブシリーズも25周年。いや、すごいですよね。今年のテイフェスのテーマも応援ということでございますので、皆さんもね、引き続きテイルズオブシリーズ応援のほどよろしくお願いしますということでございますけれども、応援というとどんなイメージがありますか。自分自身がこんななんか人生の中でこんな応援したなとかね、例えば応援してみたいなと思った瞬間とか、なんかあるじゃない。私はその中学高校時代がテニス部だったんですよ。いいじゃん。でテニス部でやっぱその団体戦とか個人戦とか応援歌みたいなのもやってて、それがどうしても高校時代、中学時代の青春の思い、その応援の思い出だなって、先輩に向かってもそうだし、同い年の国もそうだし、後輩も応援したりとかして、それがすごい、スポーツってやっぱ応援ありきだなって、それが私の応援のイメージ、思い出です。まあ、ちょっとなんかあれ止まったって今画像ありましたけど、今大丈夫かな。見えてる人いますかな。人によってあるかな。見えてれば大丈夫かなと思いますけども、まあ中学校時代のテニス部の時のね、そうです、お話を聞きました。逆にね、こんな経験してないけれども、こんな感じの応援してみたいみたいなことがあれば、応援してみたいです。もしもトークですよ。でもそういう今やっぱりその、イベントがいろいろ中止になったりしているじゃないですか。そういう人たちに向かって応援じゃないけど、エールは届けたいというか、私自身もその出演する側でもあるし、その見る側、お客様として楽しむ側でもあるので、そういう意味で応援、みんなに届け、みんなと一緒に、見ている皆様で応援届けたいなっていうのが、まあね、ご自宅でもご覧になりますからね、はい、非常にいいかなと思いますけれども、あとね、ほら25周年って考えると、私も25周年でございましてね、梅ちゃんが例えば丸々周年みたいな、5周年10周年とかね、だったらどういうことをやってると思う。どういうことやってみたい。自分自身が、やってみたいことは、初めてから丸々周年、じゃあまず初めて例えばデビューしましたとね、で5年ぐらい経ちましたと、ね、そしたら何を言いたいんですか。5年か、10年にしようか。10年、分かりやすい。そしたら10年だったらちょうど30歳ぐらいなので、その時に私の人生の30年生きたミュージカルやりたいです。30年頑張ってきましたっていう。それをさ、君しか出なくない。いやでもどこからやるの。その応援をしているその中学校時代のところからやるわけ。そのなんかテニスやってるところのみたいな感じのところからやるわけ。こんなことがあります。役者目指したきっかけとか、そこが大体中学生だったので、そしたらそこからスタートして、今こうなりましたみたいなのも面白いかな。その梅ちゃんの役は自分でやるのかい。あ、やります。あ、中学校時代から頑張ってやるの。やります。おー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 、やりたいですね。やりたいです。はい、ちょっと10年後の一人ミュージカル、これ完全にソロでしょ。そうですね。他いない状態でやるでしょうからね。そうですよね。ちょっと頑張って頑張ります。やれるように10年頑張ってみてください。やります。はい、ではクエスト報酬の告知お願いします。はい、今日のクエスト報酬は画面に出ているこちら。今週もルームアイテムザレイズ劇場ミリーナやアバターアイテムスーツゼロス風衣装など、復刻アイテムもりもりのラインナップとなっています。報酬は投げたエールの貢献度数でもらえる内容が変わるポイントクリア制となります。
入手貢献度については左下のメニューボタンから報酬タブをタップ、クエストから確認してください、はい、たくさんエールを投げてゲットしてくださいね。あ、大変失礼しました。ゼロスじゃなくて浴衣セネル衣装でした、ね、申し訳ございません。大変失礼いたしました。はいはい、エールは画面下のアイテムボタンから確認や交換、購入が可能です、うん、テイルズの術技やマスコットのエールもショップでゲットできますのでよろしくお願いします。はい、もう十分喋った。大丈夫、あ、もうずっとここに座っていたいですがゲストさんがいらっしゃるからねまっすぐさまに、そろそろお時間でございます。そうですよね参りましょう、はい、タイトルコールいきますよ。皆さんもご一緒に、あ、せーの、テイルズオブアンバサダーチャンネル。こんばんアンバサダーテイルズオブジアビスルークフォンファブリ役の鈴木千尋です。そしてアシスタントの梅村まりなです。はい、さあ今回のゲストの方をお呼びしましょう、はい、この方です。どうぞいらっしゃいませ。いらはい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 、ごめんね、いけ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 、あなたがゲストだからね、ゲストはあなただからね、申し訳ない、ありがとうございます。どうぞどうぞ、はい、皆さんに一言、こんばんアンバサダー、はい、テイルズオブザレイズミリーのバイス役の照井遥です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、オープニングから、オープニングから、うん、ここにいたいっていう思いがすごい伝わってね、もうビンビン来ましたよね、はい、たまに ここからね顔出したりとかややこしくなるんで大丈夫、あの最後の方に出てきますから大丈夫です。はい、そうですか、はい、でも早速やっていきましょう、参りましょう、はい、教えてテイルズトーク始まりました。ということでフリートークのお時間でございますけれども、はい、てりちゃんが前回ご出演いただきましたのは2019年の4月第57回、うん、季節が一巡りいたしました。早いね、1年経つの、あっちゅう間だよ、うん、またね、こうミリーナ関連ですと第74回には、うん、ミリーナの強制でありますカーリア役の下地志乃さんにも来ていただきましたけどね、そうでございますけども、どうですかこう1年振り返ってね、私はこんな1年だったよみたいな会いましたらね、コーヒーが飲めるようになりました、うん、あら、ちょっとない大人の女みたいな感じのちょっとなっちゃいました。あ、今日ちょっとなんか服装もちょっといつもと比べてこうシュッとしてる感じだもんバタバタしてバタバタ一気にバタバタしがちちょっと今日はそういう感じかもしれないです。あの、あれですか、もともとコーヒーは飲めなかった人なんですか。小学校ぐらいから飲めるようになりたいと思いながら、うんうんうん、20年ぐらいかかりましたで、なんかその飲めるようになったきっかけは何だったの。飲めるって思って、まさかのコーヒートーク行くと思ってなかった俺もコーヒー大好きな方だから逆に聞きたいわけよ。でもまあコーヒーはブラックコーヒー美味しいなと思うようになりました。で、昔は確かにあのミルクとか砂糖入れて飲んでたなって時期からこう徐々に、あ、ブラックコーヒーって美味しいんだってなんか、ね、私はまあその域まで行ってないです。今どこですか、今領域は、今私は我が今後ブラックコーヒーです。カフェラテ、カフェラテ、あ、カフェラテですね、はい、このミルクまず抜いて、で、次に砂糖を抜くと、こうブラックコーヒーをこう、ここにね、海藻が上がっていきますから。あ、まだちょっとここら辺まだあと10年ぐらいかかりそうな感じですね。そうですね、あと10年見ていただきたい。じゃあ、ココアでいいじゃん。無理しなくていいって。20年かかって。でも、コーヒー飲めないから尊敬っていう方もいらっしゃいますね。あ、本当ですか、どうや。どうや、コーヒーは甘と心理さんもいらっしゃいますね。甘くしてますね、チップスターさん、コーヒーには蜂蜜入れて飲む、僕もね蜂蜜入れて飲むのがね結構朝ね目覚めにいいんですよ。蜂蜜入れて飲むのはブラックに入りますか。あ、それはね、おそらくね、それはハニーだなそれはおそらくブラックじゃなくてハニーだ残念です、残念ですでも素敵ですね、優雅な朝ですね。いやいやいや、朝ね、でもちょっと朝早かったんですよ、うん、朝この機械の仕事行ってきましたんで、朝カッと起きなきゃいけないじゃん、6時起きの状態でやっぱこうぼーっとしてるわけですよ。そうするとやっぱブラックコーヒーだけだとあれなんで、ちょっと糖分入れたいなと思うと蜂蜜を入れてみると、ちょっとこうスッとねスッキリして、脳にもですし、喉にも蜂蜜だと、ね、いいですもんね、良さそうですね、うんうんうん、一石二鳥、ありがとうございますお、今日なんかちょっと少しシャッキリしてんね、は、私ほんとほんと、お前ちょっとこの間の特番と違うそのイメージが、あ、本当ですか、じゃこの調子で、あ、わかりました、はい、じゃ進めてきた、はい、あ、ちもじさんはなんか、なんか一言あるかしれませんね、あ、ちのちゃんはご飯行こうでーす個人的な連絡は LINE でやってください、あ、ごめんなさいいいけどちもじさんも可愛いよね、はい、うん、でもパルニアさんのこと褒めてましたよ、え、なんか、うん、あんな感じいいなって、先輩見て、すごい私、うん、そんなにこう先輩から買われ
可愛がってもらったり、うん、後輩に懐いてもらったりすることはあんまりないんですけど。そうなの？そんな寂しいことは言わないでくださいよ。でもしのちゃんは数少ない子、ひろりさん、ご飯行きましょうって言ってくれる。ああ、いいじゃんいいじゃん。なので定期的に結構ご飯行ったり、うん、カラオケ行ったりしてる後輩ちゃんでして、うん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 、しのちゃん、次いつ行く？今年から、今年行ったんですか？今年はもう行った今年は何月ですか？3月ですね。今日は3月16日と思いっきり台本の上に書いてます。ちょっと行ったか行ってないか分かんない。記憶曖昧やな。一回コーヒー飲んでもらって。あ、そうですね。またスッキリさせていただいてから。まだちょっとやっぱ足りてないですね。足りてないカフェイン足りてないから。足りてないです。おもろいな。はい。そんなテルイさんでございますが、はい、僕と一緒にこの間3月13日の Tales of the Rays サードアニバーサリーパーティーにも生配信ね、お疲れ様でございます。本当にいつもありがとうございます。いやいやお疲れ様でございます。お疲れ様でございましたけども Tales of the Rays 3周年ということで、いろいろと盛りだくさんの内容だったんですけども、内容覚えてますか？どういうことをやったかってのは。なんか、協力してみんなで戦いましたね、やりました、やりました。ざっくりしてるけどそれはおそらくゲームコーナー的なところでみんなで戦うってやつね。おそらくすっげえ合ってるけどピンポイントで言われたから、なんか俺たちなんかなんかやったっけみたいな番組中になんかこう罰ゲームをかけてみたいな感じの状態な感じじゃなくてですね、普通にね、ちゃんとこうゲーム中の中で、そこで詳しく、そう詳しくここは後で言ってきますけども、何よりイクスが、はい、そうなんです。イクスが、イクスが爆弾、爆弾。いくつはもともと誕生していましたけど、花江くんが約3年ぶりだったんだよね。そうですね。2017年の2月17日、私の誕生日の時にその番組やって、それから3年越しに、ようやく。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。それは3年前の話じゃない。誕生日。俺も時がループするわ。今はね、2020年なんだ、おそらく僕の記憶だったら。あ、そうですね。そうそうやね。はい。よろしくお願いします。あ、どうどう、大丈夫かな。オッケーオッケー。3年ぶりっす、あの花井くんとね。花井くんと他の現場で会ったりすることもあるの？実は会ったりなかったりするんですよ。どっちだ？OK、なんか面白いぞ。なんかだんだん面白くなってきた。だんだん一周回って面白くなってきた。会ったりなかったりってことは、なんか会う瞬間もあった？あ、そうなんです。会ったり。なかったそりゃそうだよ。ずっと引っ張らせたらおかしいからね。はい。ああ、そうですか。で、久しぶりにイクスを目の前にしてどうでした？イクス、やっぱり嬉しいですね。うん、もう、イクスいなきゃですよ、ザレイズ。そう、主人公だからね。そう。そう、そうだよね。アビスでルークいなかったらややこしいからね。そうです、いてください。僕もいようと思います。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。なので、はい、あの日はとってもやっぱりハッピーでしたね。ハッピーでしたか。ハッピー。ミリーナもすごく大興奮だったと思いますよ。うんうん、スキットも絶好調でしたし。最後に3人でスキットの掛け合いを。そうそうそう。ね、終わってから結構たっぷりね。がっつりありましたね。スキットあったもんね。うんうんうん、弾けてました。弾けてましたか。ね、そうですよね。なんかもう思いのかけがなんか全開の状態でしたもんね。なんかルークさんがずっとツッコミをひたすらやるみたいな状態ですもんね。もう単発ルークがツッコミってまずないんじゃないですかね。ね、あんまりイメージないですから、ね、よっぽどだったんですよ、うん。そうですね。まあアッシュがいなかったんでね。一瞬来てくれましたね。一瞬ね。アドリブの方。ただのアドリブです。はい。あれはもうやってくれっていうね、前振りみたいなもんだから。そう。あ、さすが。行間を読む。いや、もう大事。いや、やっと読めた。25周年やって、やっと読めた行間。ずっと行間読んで。これからもう行間読むぞ。うん。何の話だっけ。それを置いといて。ちょっと進行、まだ早いから。あ、すいません。まだ早い。様々な最新情報とか、新機能が発表されました。はい。まず、3月の後半戦 PV も公開されました。ジ・アビスのイオン様とね、うん、あとシンフォニアのユアンとマーテルがついにプレイアブル参戦。わー、かわいい。はい。これ、ほら、イオンには特殊な仕様があってこと、これは番組の説明ありましたけども、イオン様ってちょっと体弱いんですよ。うん、そうですね。すごい力使えるんで、まあ、言ってしまえばバテバテになっちゃうから、うん、ちゃんとケアしながら戦いましょうね、みたいな感じの部分があって、そこでもね、結構原作の雰囲気があってね。うまいことちゃんとこう入ってくなっていう感じがするんですよね。こう再現するっていうのはなかなか、まあ、そうですね、細かい部分ですよね。その力使ってもそのままね、元気ピンピンだったらさ、ね、イオン様って感じじゃないので、うんうん、そこはなんかいいなと思うんですね。はい、あと古代英雄イベント開催、これもね、伝説の英雄たちが集結ということで、クラタスの決戦魔境、ミトスのオーバーレイ魔境の発表もございました。かっこいいね、うんうん、皆さんかっこいいですよね。かっこいいです。はい、それからですね、第4部、
ラストオクレイドル編の制作決定も発表されました。これがね、もうなんといっても一押しでございますよね。ラストってついてますから、何なんですかね。そう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 。でなんかあのクレイドルって、説明がありましたけど、ゆりかごっていう名詞なんだね。かっこいいですよね、ゆりかごね、うん、最後のゆりかごどういうことなんだろうね。どういうことなんですか、ね、どういうことなんですか、ここで答えが出ちゃったらね、ゲームのプレイの意味はないですから ね、 ね、私もわかりませんけどもはい、はい、現在はフェアリーズレクイエム編第12章、錯綜する思惑まで配信中でございます。さまざまなキャラクターの登場により謎は深まっていくばかり。今後のメインシナリオ更新もお楽しみでございますね、うん、さっきの映像もさ、すごくなんかシリアスな感じだったじゃん。そう、イクスが痛がってるんですよ。ああ、なんかどんな感じのこう、そうそう、どういうストーリーになると思った、あれ、あのゆりかご、ゆりかご、ゆりかご映ってたっけ、あったっけ、俺の目にゆりかご見えなかったけど、あ、見えてたんだ。心のゆりかごがあると。はい、でそこに眠ってるのは誰ですか。誰だろう、いくつかな、いくつが寝てる。おお、いいじゃん、いいじゃん。おお、そのいい過去に寝ているいくつが、いいな、いいなして、うん、朝よ、いくつ、うん、朝か、あ、起きるんだ、起きる、じゃんじゃん。ああ、それで第4部終わっちゃうのちょっと違うね、あのこれは第4部の、うん、第4部 の最初の3ページぐらいの。ああ、じゃあそれからも怒涛の展開になって、あのなんかこうやって負傷しているイクスみたいな感じの状態になる。だってあのコーキスと背中合わせなんですよ。そうだよね、あのシルエットのやつね、なんか不穏な空気がすごいんです、うん、ねえ、稲妻走っちゃってるしね、後ろもね。だけどこういう平和な物語を見たい、うんうん、はい、物語を見たい、私は見たい、私は見たい。いやでもそうですね、楽しみですね。なんかね、お話的にやっぱり一回ちょっと盛り上がりがあって、一回ちょっと平和な状態になってからまた次の展開みたいな感じであっても面白いかもしれませんって話を ね、番組でも言ってましたから、どんな感じになるのか、はい、まだまだ続きそうでございますけどもね、はい、はい、それからですね、新機能ユニゾンアタックが発表されました。これが面白かったのよ、うん、これです、そうそう、同盟システムがシンフォニアにもございましたが、ザ・レイズではマルチオンラインの協力バトルとして搭載されました、うん、大共鳴術とかね、バッチ機能などバトルが盛り上がりそうな機能が盛りたくさんでございました。こちらに、ね、出てますけどもね、交代機能、うん、大共鳴術、バッチ機能、はい、これ実際にプレイして我々がこう戦ったっていうのは、ここの話をさっきしていたわけですね、うん、そう、この話をしたかったんです。これやってみてどうだった。いや、めちゃめちゃ、うん、楽しくって、うんうん、やっぱ協力できるっていいですね、うん、何倍にも楽しいですね。そうだね、うんうんうん、すごいみんなで、うん、硬い ダイヤみたいな、はいはいはい、クリスタルみたいな、うんうん、倒しに行くのが邪魔されまくって敵に、うんうん、ああみたいな、近づけなくて結構クリスタルまで行けないんだよね、飛ばされちゃうんだよね、なんかね。そう、うん、なんとか倒した時の、うん、こう3人の技がバッて入れた時の感動はすごかったですね、うん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 、なんかね、ちょっとラッキーなことが起きて、僕はイクスを操り、ハライクマルークを操ってるから、ま、ちょっと面白いことになったんですけど、はい、逆に新鮮でよかったなっていう感じがありましたね。お互いをよく知るっていう機会ですね。そうそうそう、お互いのこと確かに分かりました。そうですよ、うん、ただ自分の目線で落ちちゃうのはルークだったんですけどね。そうですね、あれおかしいな、どこに行っちゃうみたいな感じの部分が。他者から見たルークもまたかっこいい、ね、ああ、なるほど、ね、客観的な視点ですね。あ、大人の意見だ、コメンテーターみたいだった。今ちょっとやっぱりコーヒー飲んでるから、やっぱりちょっとシャッキーしてるんだ。そうですよ、今日はやっぱ効くんだね、やっぱね、コーヒーってね。はい、今日飲んでないんですけど。今日飲んでないのか、じゃあ終わってから飲んでくださいね。わかりました。はい、寝れないぞ、寝れないぞ。次に行っても大丈夫でしょうか。お願いします。推し進投票キャンペーンもまだまだ実施中でございます、はい、現在の投票数は、18,238 です。すごい、行きましたね。無事15,000件を突破しましたんで、うん、1位から3位までのシーンのスペシャル映像化と公開が決定です。イエイ、皆さんのお力のおかげでございます。どのシーンがフルボイス &3D モデル化するかは皆さんの投票次第でございますので、ね、投票は3月23日までとなっておりますので、うん、どしどし投票お願いします。これもね、いろんなシーンがあったからね、嬉しいですね。でも本当にたくさんのご応募をいただいたおかげでこのように、うんうん、そうだよね、うんうん、確かにこの映像の部分があったる部分がこうなんかセリフがあるのとないでは全くねイメージ違って、違、流していただいた映像なんかでも差し込みの画像もそうだったけど、ここなんかこうやっぱりセリフがあった方がね、こうなんかこういい、ね、もっとグッとくるなみたいな感じあったので、うん、うん、確かにね、皆さんの力がね、どうなってどうなのか楽しみですよね、うん、はい、以上教えてテイルズトークでございました。続きましてはこちらのコーナーです。参りましょう、ファブリケのお言葉。さて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 、
始めましたね、このコーナーは皆さんからのお便りにブークとアッシュが励ましたり叱ったりするコーナーでございますということで、うん、まあ、私ルークカモンって言ったらルーク登場、アッシュカモンアッシュ出てきます、はい、ミリーナカモンって言ったらミリーナ出てきますんで、それじゃないよ、そうそう、それじゃなくて自動的に出ますから、あ、はい、はい、ちょっと試しにやってみましょうかね、はい、はい、じゃあいきましょう、ハンドルネーム麻婆カレースープさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、鈴木さん、テリスさん、こんばん、アンバサダー、こんばん、アンバサダー、ザレイズ生放送お疲れ様でした、ありがとうございます、なのですが、うんうん、生放送出先で派手に道に迷って終了まで間に合いませんでした、あら、あら、すごく間に合っちゃう、なんか迷っちゃったのかな、すごい迷っちゃってますね、ね、間に合わなかったんだね、アーカイブで後追いしましたがリアルタイムで見れず悲しいです、ドジすぎる私ですが励ましてもらえると嬉しいです、そうですね、まあ確かにこうすごく迷っちゃったのかな、どこ行っちゃったんだろうね、結構あれ放送も長かった、長かったよ ね、そうだよね、うん、はい、じゃあルークに励ましてもらいましょう、行きましょう、ルークカモン、はあ、あ、そう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 、こっち挑発の方です、これでは単発でしたけどね、めっちゃ触ってる、うん、ありがとうけど、あ、うぜんだよもうあ、すいません、もうルークさん髪が崩れんだよ、あー、もうそこ切っちゃダメだよ、あ、切るなっつって前振りじゃねえんだそれ置いといて、はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、おい麻婆カレースープ、新鮮な気持ちで見たらいつでも生放送だ、お前は悪くねえ、じゃんじゃんでございますね、もうね再放送とか考えちゃダメ、自分が生だと思って見たらきっと生放送です、めちゃめちゃ名言です、そうですかね、生だと思えば生、そうですよ、気持ちの問題ですから、精神論、初めて見るときにはもう生放送ですよ、初めて見るときには生放送、生放送、そうでしょ、心に刻んでいきます、そうそう、行きましょう、はい、うん、じゃあ、 心に刻んでいただいた上で、じゃあミリーナに一言ね、あ、励ましのお言葉をいただきたいと思いますね、はい、ミリーナカモンって言ってください、ミリーナカモン、あ、可愛いね、よしよしよし、あ、いいね、よしよしよし、あー、これ髪飾り、あ、それはダメよ、これちょいちょい、あ、あー、ちょいちょい、髪の毛ちょっと断髪、はい、断髪、それも見てみたいわね、断髪、断髪、断髪したら性格変わるのかな、変わるかもしれないよ、どんな風に変わると思うのかな、右はどういう風に変わるの、もっといくつを好きになるかも、あら、いくつ、花井くんが見てくれてると思いますけどね見てるかな、花井さんそれ、そういうコーナーじゃないか、あ、すいません違うから、この麻婆カレースープさんが生放送見れなかった、はい、残念だったってことに対して励ましの言葉を、はい、分かりました、欲しいなと思います、はい、はい、じゃあいいですか、はい、お願いします、麻婆カレースープさん、道に迷って大変だったわね、でもアーカイブで見てもらえてとっても嬉しいわ、今日は無事に間に合ったかしら、麻婆カレースープさんは悪くないわよ、あー優しい、なんかこう麻婆カレースープ甘口って感じ、はい、今蜂蜜がたっぷり入った感じで少しなんかこうスッと麻婆カレースープが飲めた感じでしょ、麻婆カレーに蜂蜜、蜂蜜いいですね、喉に、ね、喉にいい感じですかね、うんうん、はい、あ、 MK01 さんからルークエールいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ございます、さあじゃあもう一ついきましょうかね、はい、じゃあこっち行こうかな、ハンドルネーム怠け者極みさんからいただきました、ありがとうございます、はい、ちーちゃんパルニアスこんばんは、こんばんは、今流行りのリモートワーク、テレワークをやってるんですが、周りに人がいないのと無料で配信されている漫画や映像が多くて全然進みません、真面目に仕事に取り組めるように一括もらえますでしょうか、一括の方ですね、なるほどね、だからアッシュの方だと思いますけどね、うん、うん、でも確かに自宅でこうお仕事やってたりするといろいろこう誘惑がありますから、そうですね、うん、誘惑とどう付き合っていくのか、そうです ね、大問題ですよそれは、どうですかパリの人、どうですか、誘惑が来るとこう戦う方ですか、負けます、負けます、早いな、負けちゃう、負けます、例えばその好きな漫画とかあったらそっち行っちゃう、うん、読みます、見ます仕事があっても例えばこの V チェックとかあるじゃないですか、我々の仕事のチェックとかどうしますか、読みます、読みますもうそこまで強い意志があるからもう何も言えないです俺何も言えないですどうされてますか、え、先にお仕事から、僕は僕は仕事やってから全部終わらせてから見ます、私もそうしますそうですか、そういう時間じゃないから怠け者極みさんに対する勝ち入れの時間だからじゃあアッシュか、はい、じゃあアッシュカモン、お、出た、めっちゃ怒ってるよ、かっこいい、うん、バチバチですね、うん、おい
怠け者極み。いっそのこと、漫画見ながら仕事できるようになれ。このクズが！じゃんじゃんですね。もう受け入れながら、漫画見ながら仕事です。確かに、両方できたら一番です、ね。そうそう、漫画見ながら、こっちはカチ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 。漫画見ながらこっちカチカチカチ。それしかない。もう同時進行ですよ。マルチタスク。これぞマルチタスクです。ほんとそれです。ええ。じゃあそうします。ちょっとサボらずさ、一言さ、一言じゃあ締めてよ、ミリーラで。わかりました。このコーナー。わかりました。じゃあミリーラかも。ミリーラかも。はい。あ、かわいい。はい、じゃあ。はい。じゃあ行きますね。はい、どうぞ。気持ちはとってもわかるわ。そうね。あ、いくつは趣味の本を読む時間を最初に決めたりしているって言っていたわ。あなたの時間を決めてやってみたらどうかしら、いくつみたいに。あー、美しい。確かにもういくつか寝てたらしょうがないですもんね。もういくつが法律なんで。法律なんで、うん、いくつが法律なんで。じゃあもうそこに集結しましたね。はい、はい、以上、教えてテイルストークでございました。あ、おりましたね、ファブリックの言葉おりました。さて、ファブリックの言葉では皆さんからたくさんのお便り待ってます。ルークに励ましてほしいこと、アッシュに叱ってほしいこと書いて送ってください。以上、ファブリックのお言葉でございました。まったねまいりました。公式配信ステージの時間でございます、うん、生スキットをやっていく前に貢献度ランキングを発表します、はい。まず3位はエルクさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。2位は月夜さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして1位は MK01 さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、さてさて、久しぶりのね、生スキット、さっきからも顔出てますけど、はい、はい、どうですか、今日はもう全部の表情全部使うことを目標にちょっと私これがまだ下手なんですね。うんうん、2人出しちゃダメですよね。2人出しちゃうとおそらく双子になっちゃうね。いけない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 、うん、はい、そうだね、頑張ります。いけないね。はい、いけないいけない。じゃあそこ気をつけてやってみましょうか。はい、では張り切ってまいりましょう。テイルズオブアンバサダーチャンネルスキットスタート。じゃあ僕からいきますね。はい。おーい、ミリーナ、俺たち今日買い出し当番だろ。そろそろ、うん、こっちの角度もいい感じね。あ、でも台本の文字が隠れちゃう。うん、もう少し上の角度からはどうかしら。あ、何やってんだミリーナ。あ、ルークさん、ごめんなさい、買い出しの時間だったわね。撮影に夢中になっていたわ。ああ、撮影ってこれいくつからのホワイトデーのお返しとかも、この前の記念パーティーの台本と、え？小道具か？ええー、いくつからのホワイトデーのお返しと、いくつと一緒に出演できたパーティー。夢みたいな一日だったわ。だから、記念に残しておきたくて。あ、うん。だから、机の周りをぐるぐる回っていたのか。まあ、大事なものを形に残しておきたいって気持ちは、わかるけどな。撮影の続きは買い出しが終わってからにするわ。買い出しに行きましょう。じゃんじゃん。はい、今日はご機嫌なミリーナと一緒に買い出しでございます。はい、報酬の入手貢献度につきましては、左下のメニューボタンから報酬タブをタップ後、クエストタブでいつでも確認が可能です。エールは画面下のアイテムボタンから確認や交換購入が可能でございますんで、上位目指してたくさんエールを投げてちょうだいね。さあ皆さん、エールの準備はよろしいでしょうか。ここでズバッと使ってね、参りましょう。テイルズオブアンバサダーチャンネルステージスタート。さあさあさあ、どうでした、はい、まず表情、今何どれぐらい、結構さ、脇で見たらパパパパパって今すごいスピードでやってたから、すごい頑張ったんですけど、うん、どうだった、これを使えなくて、この見えますか、ちょっとイコリの表情っぽいよね。そう、これをどうしても差し込めなかったんです。うんうんうん、うん、でもしかしたらこの後のシーンでそれを出せたらいいかなみたいな感じなわけ。はい、でもちょっと使う場所逃した感じあります、うん、あらあら、逃しちゃった、頑張ります、うん、じゃあ最後までまだ時間ありますからね。はい、はい、さあ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 、ではですね、次の部分の、こちらに行きましょうかね。はい、あ、はいはい、よいし
きましょう。じゃあ僕から行きたいと思います。はい、はあ、これで一通り買い終わったかな。ちょっと時間が余ったけどどうする？あ、それなら荷物が増えるかもしれないけれど行きたいお店があるの、寄ってもいいかしら？うん、今日は買い出しの量も少ないし全然まだ持てるから気にすんなって。必要なら買った方がいいだろ。ありがとう素敵なものを見つけなきゃ。ちゃんちゃんのですね。いや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 、もう、あれ今出した？まだ出してない。まだなんかすごいご機嫌だったから。そうか、じゃあエンディングスキットの時にやるのかな。そうですね、ね、これからです。これからですさて皆さんのゲームのプレイを見ながら、はい、一問一答いきたいと思いますけどね。はい、じゃあこれいきましょうかね。はい、テイルズ・オブ・ザ・レイズサードアニバーサリーパーティーの配信日は3月14日ということで、配信中にはホワイトデーネタもございましたが、今までもらったもしくはお返ししたもので印象に残ったものは何ですか？でもこれってね、毎回毎回難しいなと思うわけですよ。何をどういったものをこのねお返しすると喜ぶんだろうってね。そうですよね。そうなんですよ。じゃあ逆にその今までもらった中でこんなの印象に残ってるものがあったら教えてください。残っているもの、こんなのもらったな、こんなのもらって嬉しかったな、とか逆にこんなのもらったら嬉しいわってだけで教えてほしい。欲しいの、うんうん、どっちでもいい。はあ、うん、なんか小学校の時とか、はいはい、やっぱこう隣の家の幼馴染とかにチョコをあげてたんですよ、うん、なるほど。でも、はい、そのお返しをあんまりもらったことがなくて、本当に多分私の記憶が確かなら。あ、そうなんですね。でも一回、なんかキャンディがいっぱい瓶に詰まっているものをもらったような気がしていて。おー、キャンディの詰め合わせみたいな。そうなんです。それが嬉しかったような気がしてるんですけど。おー、嬉しくはなかったのかな。でもこの記憶が確かなのかちょっと自信がない。それまたちょっといろいろちょいちょい他人の記憶が入ってるね。そうかもしれない。双子なの？双子だったのか。双子だったのかな。え、なんかその、やっぱり男性は、ホワイトデーはキャンディーとかチョコとかって考えるんですか？この現場もですね、結構女性のスタッフさんも多いので、はい、今日私持ってきてますんで、終わってからちゃんとお渡ししようと思ってですね、こう厳選な中でこうデパ地下を歩いてあるんですよ。はい、大体置いてあるやつは大体こうクッキーとか、うんうん、なんかこうマシュマロとかいろいろあるんです。はい、何を買うか非常にこう迷って、うんうん、まあ良かれと思うものをですね、買ってきました。良かれと思うもの、はい、それが何かは番組が終わってから渡しますので。じゃあそれは内緒なんですね。そう、内緒なんて。ここで言っちゃったらお芝居やっけ。当てますね、後で。あ、後でね。後で。何がいいのかなって、大体こう迷っちゃうわけですよ。でもきっと何でもいいですよね、本当は。きっと。うん、どういう、ね、どういうのですか？そうですね。例えば、こう、欲しいやつ。欲しいもの。パリナさん欲しいやつ。キャンディー以外で欲しいものあります？欲しいもの。はい。やっぱりお菓子かな。やっぱお菓子の中でも、ま、マカロンとか。マカロンもあった。うん、マカロンもあった、あった、あった。あ、うん、あった、ありますよね。マカロンあった、あった。マカロンがいいのかな。あ、でも物でもきっと嬉しいですよね。例えば？スタバカードとか。ああ、わかりやすい。ただ、ピンポイントやね。コーヒーこだわるね。コーヒーこだわる。去年飲めるようになった。カフェオレ、カフェオレ。そう。うん。ああ、それ実用的ですね。ね、とか。うん、ああ。はい。あ、配信日13日で前日でしたね。そうですね。私も普通に読んでましたけど。今日は15ですか、今日は。もうなんかね、いろいろと時間の状況は16です。あ、16。もう時間も何もぐちゃぐちゃ。ステージボス倒しちゃったから、次のスキットに行ってくれって。じゃあ行きたいと思います。じゃあ僕行きますよ。はい。ああ、ここは画材屋か？ミリーナ、ベリルに絵でも習うのか？あら、それも楽しそうね。でも今日は違うの。あったわ。ん？額縁？今撮影している写真を額縁に入れて部屋に飾ろうと思ってるの。おお、さっき撮影してたいくつからのお返しと台本のやつをか？いくつからの贈り物なら絵画にも見劣りしないわ。ま、毎回その信頼感はどこから来てるんだ？ルークさんもティアやガイさんたちと撮った写真があったら飾りたいでしょ？うん、それはまあそういう写真があったらそうかもしれないけど。やっぱり！なら一緒に買っていきましょう。帰ったらみんなで写真撮影ね。あ、
学部一はベストロー。おいミリーナ、さすがに絵画用は違うって。じゃんじゃん。いや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 、今日はね、いつも以上にこの驚きの表情がほとんど今日はね、7割方この表情しかしてない。確かに本当にこれが、なんかもうミリーナといるとルークさんは基本振り回されてるみたいな。いや本当ですよね、振り回してる本人ですけど。はい、さあさあ、公式ステージコロラッキーの変化読んでいきますよ。はい、3位はエルクさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。2位は月夜さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして1位は MK01 さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。終了までまだまだステージございます。逆転できる可能性は十分ありますよ。上位目指して頑張ってください。以上、テイルズオブアンバサダーチャンネルステージミリーナの欲しいものでございました。来週も一緒にプレイしましょうね。お楽しみに。小手川亮の騎士団演習場。皆さんこんばん、アンバサダー、テイルズオブアンバサダーの小手川亮です。アンバサダーの中でもシリーズプレイ数最多を誇る私小手川亮の配信では、テイルズオブシリーズの話題はもちろん、様々な話題で皆様に楽しんでいただいております。配信はほぼ毎日夜10時から、時にお料理をしたり朗読をしながら皆様をおもてなしします。テイルズオブファンもそうでない人も、お休み前に一盛り上がりしようぜ。テイルズオブニュース始まりました。さてさて、お次はニュースのお時間でございますよ。梅ちゃん、山西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、はい、なんか一言ちょうだいな。はい、はい、皆さんこんばんは、アンバサダーです。メガネこと山岸理恵です。本日はよろしくお願いします。うん、髪切ったね。髪切りました。さっぱりした。はい、さっぱり切ってきました。はい、ねえ、梅、はい、ちゃんもね、オープニングで結構喋ったと思いますけど、はい、先ほどの思いを込めて、さらに込めてお届けします、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、ここからはキャストが自分の演じているキャラクターで告知をしてまいりますよ。はい、じゃあ聞いてみましょう。参りましょう、3、2、1、キュー。今日もいい天気。やっぱりこの時期が一番過ごしやすいんだよね。わかる。このポカポカな天気の中で日向ぼっことかするととっても気持ちいいよね。そうそう、お昼寝に最適なんだよこの天気。それに今の時期はお花見とかもできるしね。お花見？やりたい。そうだ、シェフさんとか誘ってみんなでやろうよお花見。また突拍子もないこと言うわね、あんた。まあ、悪くないんじゃない？みんなでお花見。やったー！よーし、そうと決まれば、お仕事頑張ってみんなを誘いに行くぞー。ちゃんちゃんね。はい。俺なんかこのメイっていうキャラクターのそのセリフをすごく久しぶりに聞いてるイメージが。リアムはちょいちょいさ、ちょいちょい聞くんだけど、はい、あ、メイってこんな感じだったんだって、なんかそんな風に思いながら聞いてた。ありがとうございます。これ自分たちで考えるんですよ、台本。今回は私が考えさせていただいて、今回どんな感じだったのか、そのポイントは、ポイントを教えてください。ポイントは、ちょうど今私の家の周りに梅の花と桜の花が咲き始めてたんです、うん、それを見て、あ、なんかこれをお花見にしたいなと思って、その思いをちょっとスキットでかけたらいいんじゃないかなと思って、今回その思いを皆さんに届けたらいいなと思って、そんな思いで書かせていただきました。なるほど、お花見ですか。そうです、お花見です。お花見、なんかお花見でこんなことはあったなとかって思うことあります？なんかこう事務所とかとかみんなとか番組なんかでね、あ、行きます。なんか、まあ、ラジオのみんなでスタッフさんと一緒にやってるスワヤカちゃんっていうこと、うん、結構毎年お花見なるべく行ってますね。へえ。でも場所取りなんか結構大変なんじゃない？でも場所は取らないんです。場所取らないの？え、どういうこと？うろうろするんです。うろうろするの、うん、はい。あ、じゃあこう公園の中歩きながら、今年も桜は綺麗だな、綺麗だなって言ってなんか食べたりする。おお。食べ歩き。あ、それも食べ歩き。昔は番組なんかでね、結構あったりして、それこそ健太郎さんなんか含めて、いい、ね、終わってから番組終わってから近くの公園とかで。へえ。暗い中でこう夜桜見て、いいですね。やってましたね。やっぱりなんかそういったものあったりしますか？私は小さい頃にその家族と一緒に家の近所にある公園が、本当にそれこそ先ほど言った公園、桜が近所にある公園なんですよ。そこでその毎年のようにやってたんです。お花、お弁当をお母さんに作ってもらって、みんなで兄弟4人いるんですけど、4人でそこら公園なので遊び回ったり、お父さんとかはお酒飲みながらとかで、そういうふうに過ごしてた思い出があります。いいですね、メガネは。私は、なんて言うんでしょうかね、
綺麗な桜がある公園とかに自分で行って調べて、うんうん、でその後にコンビニとかでお弁当とか、うん、おやつとか買って一人で、うん、桜ぼーっと見ながら見て、写真撮影して、あ、この角度、この角度なら、多分この角度が一番桜綺麗に撮れるって言って、自分で桜撮ったりしてましたね。はい。それはもう自分も入るわけ、こうやって。あ、自分は入らないです。桜のみ、ずっと撮って、もう全体撮って間近で撮ってて、ずっと撮ってました。ありがとうございます。はい、こんな感じでやってます。お花見ね、いいですよね。はい、ゆっくりやりたいですよね。あ、家族ではないな、友達とならたまにお花見をしてるかな。すごいですね。ね、今年は開花早めらしい。ああ、そうか。ね、花見、花粉、そうですよね。あ、よくわかります。大変だ。ありますよね。でも食べ歩きなんかも楽しいですよね。はい。では告知お願いします。はい。この番組ではみんなからのお便りもお待ちしてるよ。お便りは画面にある赤枠部分をタップすると表示される投稿フォームから投稿してね。お便りが採用された人には番組特製の名刺をプレゼント。ウェブから投稿するときはあなたの ID の記載を忘れないでね。本日の番組の再配信は3月22日の日曜日、お昼の11時から配信予定だよ。クエストも実施されるからお見逃しなく。またこの配信後に3月9日配信会の過去配信動画も配信されるからよろしくね。じゃあ続いていきましょう。はい。キャスト配信のクエスト報酬もご紹介、うん、水曜日のメンテ終了後からのキャスト配信の報酬は画面の内容よ。このアイテムもキャスト配信限定。キャスト配信も同じくポイントクリア制となるから、詳しくはキャスト配信をチェックしてね。かわいいですね。ミリーナもイクスもね。かわいいですね。どうですか？飾りたい。ちょうどいいサイズ感だね、ぬいぐるみやったのね。しかもザレイズ劇場の、ね、プロデューサーみたいな。あ、そこそこ。あ、いたいた。あれ、ね、なんか鳥ちゃんこうやってるやつ。そうだよね。なんでそうなったみたいな、ね。あ、思い出した。はい。じゃあ次行きましょうか。お願いします。はい。はい、3月27日はキャスト公式配信テイルズオブアンバサダーパーティーを開催、うん、アプリのお知らせにもあった通り、次回がアンバサダーパーティーの最終回になります。参加メンバーや詳細については後日発表するからお楽しみに、うん、はい。そしてはい、テイルズオブザレイズでは現在精霊層イベント精霊層スレイロゼアリーシャが開催中。イベントをプレイして精霊編をゲットし、精霊層を作成&強化しちゃおう。また、精霊層スレイ、ロゼ、アリーシャガシャでは、3人の精霊層に加え、裏競争やロゼの新競争も登場。3周年記念で初回10連も無料で弾けるから、ぜひチャレンジしてみてね。はい。かっこいいですね、精霊層。うん。かっこいいです。はい、それから?はい。フェアリーズレクイエム編と、パイオニア完全ワイヤレスイヤホンのコラボレーションモデルの発売が決定。これね、良かったよね。これいいですよね。かっこいい。そう、片方ずつなんだよね。うん。で、これでセットって話ですね。そうそう、色違いで、ね、いいですね。はい、そして、はい、左右のイヤホンハウジングに、うん、こちらイクス、ミリーナのモチーフをイメージカラーを展開した限定モデルとなっているよ。はい、予約期間は5月15日まで、うん。オープニングアニメやキャラクターボイス、ゲーム BGM などをこのイヤホンでぜひ体感してみてね。はい、したい。いいね、これ欲しいですね。欲しい。はい、それからはい、テイルズ・オブ・ザ・レイズの公式原画集がアニメーション制作を担当したビットスタジオから発売。第1部、第2部のオープニングアニメーションの原画を厳選して収録。歴代主人公が大集結する圧巻のアニメーションワークをぜひご覧ください。他にも缶バッジやアクリルキーホルダーも発売予定になるからお楽しみにね。はい、いいですね。これもね、素敵ですね。いろいろなんか、キーホルダーとかね、あれもあるんで、ハンバッジもね、おしゃれ。ね、はい。はい、それから、はい、テイルズ・オブ・ザ・レイズ、サードアニバーサリーパーティーで発表された新情報については、公式サイトやアプリ内のお知らせでチェックしてみてね。はい、よろしくお願いします。はい、マリカは告知関係、あ、また MK01 さんから、ノルビン大集合いただきました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、なんか告知ございますか？ブログやってます。あ、じゃあブログ見てください。はい。ね、なんか最新。パルログ。パルログで検索。パルログはどんな感じの内容をこう、
書いてるんですか、大体こう。あの、お仕事したよーとか、はい、お仕事するよーとか、お仕事したよーとか、お仕事するよーとか。それ、ツイッターでいいんじゃない確かに。はい。いいですね。はい。来週3月23日のゲストでございますが、テイルズ・オブ・ベルセリアからマギリュウ役の佐藤さとみさんでございます。はい、今回はどんな話かお楽しみに。さあ、そして来週のアシスタントでございますが、小手川くんと茂木くんが担当する予定です。よろしくお願いします。はい、以上、テイルズ・オブ・ニュースでございました。二人ともお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうですか、なんか一言ね、二人やってみて。どうぞ。いや、なんでそんなに譲り合い。いや、どうぞ。いや、でもその、久々にそのまあ最初からやらせてもらって、今こうしてニュースコーナーを通じてリアムちゃんとして皆さんに知っていただけたらいいなと思うので、まあこれからもよろしくお願いします。はい、はい、私も今日久々にこの場アナウンスをやらせていただきましたが、私のこのメイというキャラクター皆さんに届いてくれたら一番嬉しいと思います。これからもよろしくお願いします。はい、頑張ってください。頑張ります。はい、さてまたお時間ございますんで、普通歌をご紹介、あ、その前にもうクエストランキングいっとこうかね。はい、じゃあ10位からいかせていただきます。10位はルルさん、9位はシュバルツさん、8位はテルイ・ハルカ・ファンさん。おお、ありがとうございます。おお、直近ですね。はい、7位はレナさん、6位はイナリンさん、5位はジョニーさん、4位は翼さんです。3位から参りましょう。3位はエルクさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、2位は月夜さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして1位はザラン MK01 さんです。おめでとうございます。たくさんのエール本当にありがとうございました。いやいや、MK さんね、結構ね、入れてくださったんですよね。ずっと1位でした。ねえ、ルーチャー最後にやっぱりありがとうございます。ありがとうございます。さあさあさあ、普通歌お願いします。はい、はいはい、それではハンドルネームひろちさんからいただきました。ありがとうございます。ちひろさん、てるいさん、こんばんアンバサダー。こんばんアンバサダー。先日は生放送お疲れ様でした。ありがとうございました。ザ・レイズの生放送とても楽しかったです。話は変わりますが、本日私事ですが、誕生日です。あら、あらあら、おめでとう。ハッピーバースデー。おひろきさん、ひろきさんです。ハッピーバースデー、ひろきさん。ひろきさん、おめでとう。おめでとう。はい、そんなお二人に質問なんですが、はい、誕生日にどんなものが欲しいですか。だそうです。どうですか、誕生日にどんなものが欲しいですか。仕事直球やな。仕事もらってるでしょ。そうですね、ありがたいことに仕事もらってるじゃない。仕事以外だとオーディション。それも仕事に関係するよ。オーディションももらってるでしょ。そうです、ありがたいことです。お仕事以外のところで欲しいな。なんかないんですか、こう。あ、じゃあ、お休み。あ、おー、すげえ売れっ子だ。どうしよう。あ、なんか温泉とか行きたいですね。あー、いいですね。温泉だったらどこら辺行きたいですか。いろいろあるじゃないですか、こうね。温泉なんか、ほら、硫黄泉とか、逆にほんね、あの、ちょっとすごいしょっぱいね、こう、海水のね、うん、やつとか。しょっぱい海水の温泉。うんうん。あの、なんつうすか、詳しくそんなこと言うと、私、温泉ソムリエの資格持ってないんで、あまり詳しく言えないんですけど、海の近くだと結構ね、ちょっと塩味の効いたりとか。熱海とかってことですか。熱海もそうかな、そうかもしれないですね。へぇ。うん、じゃあその温泉に。その温泉、あ、ちょっと少しあの塩分強めの。塩分の方で。ああ、体感したことない気がするので。温まったりしますね。ね、いいと思いますけどね。いいです。何か誕生日のプレゼント、まあ、プレゼントというか、うちワンちゃん2匹いるので、やっぱ3匹目が欲しくて、今ずっと奔走してなかなかね、いい子と出会えないので、やっぱ3匹目が欲しいなってのはありますね。え、なんかイメージあるんですか。何犬がいいなとか。あ、もうパピオンです。パピオン。おお、もうパピオンです。決まってるんですね。もう決まってます、決まってます。もうパピオンのやっぱ3匹目欲しいなと思いますね。名前とか考えてるんですね。あー、考えてですね。おお、それを聞いてはいけないやつですか。いいですよ。あ、なんていう名前に。あの、一番目が、ゆき、幸福の幸。かわいい。で、2匹目がその服で、幸福。一番上の子はその犬年の犬なんで、その幸せを運んでくるっていうので幸福。うんうん、で、周りの意見を聞いて、じゃあどんなのがいいだろうって3匹目。それが幸福がこう列をなしてやってくるっていう意味で、その体を使ったらいいんだよ。地位。体列の体。
なんか向こうから幸せがなんか入り進んで、なんかマッチングバトルで来るんじゃないかみたいな感じなんで、タイ君っていう名前を男の子で好きかなーっていう風に、そうそう、タギョンちゃんでね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ素敵じゃないですか。なるべくその柄が似てる子がいいなと思って、なかなかいないんですよ。配色まで考えるとね。そしてこそ先輩の子の緑川先輩なんかもね、パピオン買ったらしいから。あ、そうなんですね。そうですよ。結構少ないんでね、結構いいと思いますけどね。タイ君かわいい。タイ君、何欲しい？なんか誕生日。誕生日、まだ5月なんですけど、少し早いんですけど、来週のアシスタント券が欲しいです。ああ、みんななんか仕事とか、なんかオーディションとか、なんかちょっと生々しいな。そういうなんか、なんかないね。この爽やかな感じの。爽やかで言うなら新しいパソコンが欲しいです。爽やかそれはなかなか現実的なものがちょっとほら山西くんほらなんかちょっとないの。そうです、私最近ちょっとアクセサリーとかが好きで、あーいいよ、そっちの薄いっぽい、そっちの薄い爽やかな匂い、こんな大事なそんなアクセサリーなんですよ。ちょっとシンプルな何ていうのかな、桜とかイヤリングとかが最近ちょっと欲しいなと思ってます。なんか話聞いてると桜お好きですね。あ、はい、桜写真撮るし、アクセサリーも欲しいし。そうだね。それこそなんかほら、ね、あるじゃないですか、こうシルバーアクセサリーキットとか、結構自作できるやつもあったりしますからね。いいですね。手が不器用なんでできないんですよ。買いましょう。買いましょう。買って自作してみます。はい、やってみようと思います。はい。じゃあ他のお便りもご紹介してください。はい。ハンドルネームテイルズさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、照井さん、こんばん、アンバサダー。こんばん、アンバサダー。僕は照井さんが来てくれてすごく嬉しいです。本当？旅行は好きですか？僕は大好きです。ここで質問です。もしも1ヶ月休みが取れたら何をしますか？あと、どんな気持ちでミリーナを演じてますか？教えてくれれば光栄です。といただきました。すごいですね。まず2つきましたよ、大きいのがドンドンと。1ヶ月の休み、先ほども言ってたじゃないですか、その誕生日のプレゼント何欲しいって、仕事と休み。そうそう、まずミリーナに対するこう仕事に対する、ね、取り組み方。あ、取り組み方。それミリーナを演じてるにあたっての、私はこういうふうにやってますよってやつと、あとは1ヶ月休みはちょっと、やったー誕生日プレゼントやんかーっていう状態の2つ。はい、これはもう先ほどの話の流れですよ。あ、じゃあ両方来てますね。もちろん。すごい、さすがの組み立て。そうそうそう。まずはミリーナを演じてるにあたって、ここ気をつけてますって教えてください。そうですね。はい、なんか、どのキャラクターにも多分言えることなんですけど、大切にしていること、その子の気持ちを尊重するというか。ああ、大事ですね。そうですね。その子の気持ちに寄り添う、なること。かな、なんかあんまりそんなに複雑なことを私考えてないかもしれないです。なるべくやっぱり演じるってなると、なるべくそのミリーナは生み出してくださった方、イラスト絵で描いてくださったり、ストーリー考えてくださっている方がきっと一番ミリーナの理解者であるとは思うんですけど、その方に負けないぐらいにやっぱりそうですね、寄り添って演じられたらいいなと思いますね。おー、素敵な意見ですね。ドキッドキッドキ、いいと思います。ありがとうございます。じゃあ1ヶ月ちょっとだけ頑張って演じたいね、ミリーナ。はい、ちょっと1ヶ月休みはできたよと。1ヶ月ですよ。1ヶ月、もうこれ以上休みいらんぐらい、もう1ヶ月丸々休めるとする。でもまあ小学校とかね、そういう時でほら夏休みとかあったじゃないですか。でも1月ぐらいあったと思うんですよ。どうしたいですか？ 1 ヶ月休みあるんだったら、もう1ヶ月あったら、だってそんな熱海の温泉なんかおそらく3日ぐらいでもう、そうですよね、もう終わりますよ。あと27日ぐらい残ってます。本当ですね。どうしますか？なんかありきたりですけど、海外行ってみたいみたいなのがありますよね。どこら辺になったところだね。フランス。おお、フランス。イギリス。今なんか頭の中で思った言葉をこう言ってます。じゃあね、モンサンミッシェルに行きたいんですよ。ああ、モンサンミッシェルってなんかこう、フランスの、わかるわかる。そうそうそう、なんかこう修道場みたいな。はい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 。あそこに行きたいんですか。行きたいです。へえ、確かにすごく、そうですね。写真なんかでも綺麗だし、映像でも綺麗ですよね。はい、昔から行きたかったの。小学校ぐらいから行きたくて。へえ、いいね。行ったことないです。
1ヶ月あったらいける気がする。全然いけるんじゃない？1ヶ月3回ぐらいいけるかもしれない。そうなんですよ。もう、いけるだろうね。うん、だってフランスに泊まってるんでしょ、きっと。あ、そうですね。宿泊してね。じゃあ3回行ける。じゃあ3回行けるね。うん、うん、うん。そうだね。3回行ってまた戻ってきたあたりの温泉入ったらもちょうどいいかもしれないね。あと私、1回人生で宝くじ買ってみたいです。あ、買ったことないの？ないです。あ、じゃあそういう人は当たるんだよ、きっと。え、本当ですか？うん。じゃあ当ててモンサンミシェルに行きます。ああ、いいじゃん。じゃあそれ当たった時点でちゃんと事務所に言わないとね。1ヶ月休みくれ。そうだそうだ。うん。でも仕事もくれ。ややこしい。ややこしい。ややこしいや。どっちやねんっていう。1ヶ月の休みなんて想像つかないんじゃないですか。1ヶ月休みどうしか想像つかないね。1ヶ月どうしようかね。ワンちゃんと。いやでもワンちゃんと1ヶ月だってそんな時間余っちゃうもんね。そうだよね。じゃあモンサンミシェル行ってみようか。じゃああのご一行様でこのアンバサダーさん。モンサンミシェルっつって。モンサンミシェル。行こうか。はい。メイク様ですからね。まだ、ピンポイントやな。みんなもですよ。はい。じゃあ他の、はい、お便りにも読んでください。はい。お願いします。なんかあるはい。じゃあこちらで、はい、読ませていただきます。ハンドルネーム、みでし畑さんから、はい、いただきました。はい。うん、鈴木さん、パルミアス、アシスタントの梅村さん、山西さん、こんばんアンバサダーです。はい、こんばんアンバサダー。先日放送された Tales of the Rays サードアニバーサリーパーティーの生放送見させていただきました。Rays 3周年おめでとうございます。久しぶりに育成役の花江さんも揃った生放送、ゲームの裏話や推しシーンの演技、新システムユニゾンアタックへの挑戦、スキットと盛りだくさんでとても楽しい放送でした。楽しい放送ありがとうございました。ユニゾンアタックは友達と一緒に集まってプレイしたいシステムですね。シリアスもギャグも切れが増していくレイズの今後が楽しみにしています。うん、感想の感想ね。はい。熱烈な。まあ確かにこうみんなで集まってゲームってね、やっぱり楽しいなって思いますよね。なんかシンプルになんか分かりやすく敵を60体倒せとかね。そうですね。うん、分かりやすかったもんね。はい。うんうん。であとなんかあのサークルみたいなやつを重ねていくとさらにそのサークルがでかくなってさらに強化されますみたいなとかね。あれもあったりとかして。サークルのシステムいいですよね。あれ面白いよね。結構失敗しましたけど私。ああ。でも繋がると嬉しい。そうだよね。うん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 。応援みたいなコメントも出るから。ああ、そうそう。なんかあの右下のところにポチンと押すとなんかちょっと応援のメッセージっぽいやつが出たりとかしてね。それが嬉しいですよね。うん、あとキャラクターのほらチェンジができるからさ。あ、そう。ポチンとやると控えてるキャラクタープロレスみたいな感じで例えてくださいましたよ。ちょっと疲れたじゃバトンタッチって言うとオーンって出てきて、うん、で出てくる瞬間にも攻撃を食らわすから。うん、ただ出てくるだけじゃなくて攻撃しながらっていうのはありがたいですね。あれいいよね、うん、隙がないですよね。隙がないですよ、うん、隙がないですかそうね、うん、うんうん、どうですか、なんかそういう新機能みたいなやつとかってレースとかね、言ってなんかこう実際にその見させていただいたんですけど、見た見た見てどうだった、すごいやっぱそのワクワクします。やっぱどんな機能でも楽しいのにさらにそういう新機能とか、うん、ユニゾンのアタックのかも、はいはい、シンフォニアからやられてたものだったので、あ、もうこれは楽しいの、もう早くプレイしたい、プレイしたい、もう大、もう本当楽しみです。上様ってますって気持ちがいっぱいですね。はい、なんか一言。マジックです。ユニゾンアタックだからもう、さ、どうしよう、さ、どうしよう、ここで決めるかみたいな感じで、自分が、あの、決めたいなと思った時に、そのユニゾンアタックが決まった時も、多分もう、あの、なんですか、爽快っていう爽快感、爽快感がなんかすごい増していくんじゃないかなと。そうね、クリスタルでバンってやったら3人のね、バンバンバンってインサートあってね、全然かっこいいです、それはもう、はい、さあさあ、そんなことを言ってるうちにもうそろそろお別れの時間も近づいてきましたけども、早いね、よくまあまあこの間会ったばっかりですが、番組としては1年ぶりぐらいですけど、なんかこう、はい、どうですか、なんかこうね、今日の感想とか皆さんに一言なんか笑えたらいいなと思うんですけど、どうでしょうかね。終了になると、あ、はいはい、お話を、まあ、そうですね、まあ、冒頭のところで軽く、またそれは新しい形にきっとなると思うんですけど、そっか、はい、またそれ詳細は、はい、またぼちぼちということだと思うんですが、でもなんかその、はい、そのこの今回のこの形としての終了の前にこうして遊びに来られてすごく、はい、嬉しかったです、はいはい、またあとあの2回ぐらいありますから、はい、私また2回来ていいんですか。あの、その入り口等で待っていただければ、あとの事務所に許可していただければ、あの今日見学の人来てるよって言って、テリーさん、ナマーさん、ナマーって言って、ちょっと今休み中です、1ヶ月の。あ、そっか、そう、1ヶ月の休みの期間で。モンスターミッション行く前にちょっと寄ってこうと思って、ってわざわざごめんねーなんて、やりとりをちょっと画面のオンとオフの状態でやらせてもらいますけど、ね。あの映像、あのタイトル入ってややこしい。ややこしい。すいません。あの、とにかくもう本当に私、この自分でこのスキットの
うん、やったりとかっていうのも、ね、本当にこの番組ならではですし、うん、そうね、すごいやっぱり皆さんと近いですしね、うん、コンタクト取ったりするのが楽しいですし、うん、何より私も、うん、鈴木さんを勝手に尊敬しているので、どうぞどうぞ、その、はい、あのだから、はい、嬉しい、あ、わかりました、じゃあ嬉しいという一言ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。二人ともありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それではテイルズオブアンバサダーチャンネル、お相手はテイルズオブジアビス、ルークフォンファブリ役の鈴木千尋と、テイルズオブザレイズミリーナバイス役の照井遥香と、はい、梅村さん、井上さんもアシスタントお疲れ様でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週の時間にみんなと一緒に遊びたいと思いますが、最後は俺は悪くないで締めたいと思います、アイテムもらいますんで悪くないのエール使ってくださいね。行きましょう、せーの、俺は悪くねー。ありがとうございました。またねー。